こんにちは、本カスチャンネルのサムです。今回は加藤俊則さんが書かれた、なぜうまくいく人は独り言が多いのかという本を解説します。今回の目次は以下の通りです。 1. 独り言のすごい脳活効果。 2. 独り言と脳の関係。 3. 独り言による自分の改革という順番で解説していきます。一見相手の見えない独り言は生産性のない無駄な行為であり、迷惑だと思われがちです。しかし実際にはそんなことはありません。独り言はとても奥深いものです。つぶやくことによって脳の持っているポテンシャルを引き出すことができます。その仕組みを理解しうまく活用すれば、かなり創造的な思考とアウトプットが可能になるはずです。本書は独り言のメカニズムを脳科学的な視点から解き明かしています。日常生活の中で上手に独り言と向き合い、自分の能力を高めることができるようになるので、おすすめの本です。というわけで、1、独り言のすごい脳活効果。この章では2つのポイント、目的意識が高まる、悩みを解決に導くという2つのポイントを解説します。まず1つ目のポイント、目的意識が高まる。古来から人は言葉に宿る不思議な力のことを言霊と表現してきました。実はこれは何もスピリチュアルな話ではありません。脳科学の観点からも言霊には人を動かす霊的な力が宿っていると言えます。一音でも発することで脳内の血液量と酸素消費量が変わるように、発声というものが人の脳の生理に大きな影響を及ぼすんです。自分は必ずできる、自分は絶対に曲がったことはしない、このように自分は〇〇だ、自分は〇〇できるといった自己規定の言葉を発した途端に、不思議に自分自身がその方向に向かっていくようになります。またこれは目的や目標を設定する際にも力を発揮し、必ず合格してみせる、今年こそは絶対いいパートナーを見つけようといった決意を込めた独り言は自分の意識を大きく変えます。独り言を言うことで目的意識が強くなり、自然と行動がその目的や目標に向かうようになるということです。では続いて2つ目のポイント、悩みを解決に導く。悩みというのは脳科学的に言うと問題を言語化できていない状態だと言えます。例えばなかなか彼女ができないと悩んでいる人にはいくつかの理由が考えられます。それは職場に異性が少なく出会いがないのかもしれない、性格が消極的で自信がないのかもしれない、容姿が人より劣るのかもしれません。もし理由をしっかりと認識できているのであれば、改善できるものは改善すればいいということになります。おしゃれをしたり清潔にして身だしなみを整えることでかなり印象が変わります。消極的で自信がないという人は、例えば自分の趣味や興味のある分野を突き詰めて他人に負けないものを持つことでかなり意識が変わるはずです。職場に出会いがないのであれば、サークルや勉強会などいろんな場に足を運んでみればいいだけです。しかしその上でどうしても改善したり変えることができないものもあります。例えば自分の出自や出身地、人種などどうあがいても変えることはできないものはあります。そういったコントロール不可能なものに関しては最初から悩んでも仕方ないですよね。残ったコントロール可能なものに関して、とにかく改善改良すればいいという話です。つまり悩みというのは本来は解決するべき問題や課題に変えることができるということです。問題や課題にできるということは必ず解決する方法があるということになるので、何かに悩んでいる人は悩みを問題化することができない人ということになります。ここで大きな力を発揮するのが独り言です。何が問題なのか、どう改善すればいいのか、こういったことを声に出すだけでもいいですし、内側の言語にしても良いです。いずれにしても自問自答を繰り返すことで、悩みはいつの間にか解決するべき問題へと変わっていきます。つまり独り言は悩みを問題化し、解決に導く有効な手段だということです。では続いて2、独り言と脳の関係。この章では2つのポイント、脳バンチから読み解く独り言と脳の関係、独り言によって思考が現実化するという2つのポイントを解説します。まず1つ目のポイント、脳バンチから読み解く独り言と脳の関係。脳の神経細胞は1000億以上あると言われています。そんな脳の神経細胞が働きごとに集団を形成していることが知られています。それぞれの集団ごとに得意な役割があります。互いに密接に情報をやり取りし、高度な人間の脳の働きを作り上げているんです。その役割ごとの脳の領域を著者は脳バンチというふうに名付けています。合計120もある脳バンチは大きく8つの系統に分けることができます。 1. 思考系脳バンチ、物事を深く考えるときに働くエリア。 2. 感情系脳バンチ、喜怒哀楽などの感情を受け取ったり表現するときに働くエリア。 3. 伝達系脳バンチ、コミュニケーションを通じて意思疎通を行う。 4. 理解系脳バンチ、与えられた情報を理解し将来に役立てる。 5. 運動系脳バンチ、体を動かすときに全般に働く。 6. 聴覚系脳バンチ、耳で聞いた情報を脳に集積させる。 7. 視覚系脳バンチ、目で見た情報を脳に集積させる。 8. 記憶系脳バンチ、情報を蓄積するときに働くエリア。独り言を言う際、これらの脳バンチが密接に連携し、高度な情報ネットワークを作り出しています。では続いて2つ目のポイント、独り言によって思考が現実化する。今将来の夢というものがあるでしょうか。
残念なことに若い世代ほど将来に対する夢がしぼんでしまっています。先が見えない時代では仕方のないことかもしれませんが、一方で若い人たちの自己認知能力の低下にも一つの原因がありそうです。自分自身が何が好きで、どんな性格で、何が得意なのか、私たちは基本的な自己認知がうまくできないと自分に自信が持てなかったり希望が描けなかったりします。自己認知をするときには自分との対話が不可欠です。自分は将来 IT エンジニアになって絶対に成功する、自分は家庭と仕事を両立させて必ず幸せになる、目の前に話しかける人がいなくても、このように独り言でつぶやくだけで脳は敏感に反応し変化します。思考は現実化するという有名な言葉がありますが、まさに言葉を発することで脳がその言葉通りになるように仕向けられるわけです。ふと漏らした独り言でもそれに対応するように脳は自らを変化させます。そしてさらに夢に近づくためには脳の実行機能を働かせる必要があるでしょう。実行機能とは脳の思考系と運動系が連携し、目的に向かって思考し、手段を考え実行するという機能です。 IT を学ぶためにはどんな勉強をするべきか、どこの大学のどの学部を狙うべきか、将来どんな企業が有望かなど自問自答を繰り返してみましょう。脳全体を目的に仕向けると同時に、実際に資料を集めたり人の話を聞きに行ったりして活動することで事実化や体験化が進みます。それによって着実に目的に近づいていくことができるわけです。では続いて3、独り言による自分脳改革。この章では2つのポイント。全ての答えは自分の脳の中に眠っている、自分との対話こそが一番豊かなコミュニケーションというポイントを解説します。まず1つ目のポイント、全ての答えは自分の脳の中に眠っている。実は脳には様々な知恵や力が眠っています。脳はそれを掘り出してくれるだけで問題も悩みも解決できると考えているんです。ところが人は自分の内側の光に気がつかず、外側に答えを求めてしまいます。必死になって情報を求め、そこに答えがないかどうかを探そうとします。特に現代のような超情報化社会になると様々な情報が溢れているので、ついついそれに流されてしまい不安に苛まれがちです。老後資金は2000万円以上が必要、これから投資をしないと生き残れない、子供はとにかくいい大学に入れないと将来苦労するなど、不安に煽られて外側に答えを求めているうちはいつまで経っても不安はなくなりません。誰かに新たな不安の種をまかれてしまうと、それがすぐに大きく育ってしまいます。今のような時代だからこそ、私たちは内側の光を探し出して、それによって自分自身を照らす必要があります。自分の中の光とは自身の脳みそです。独り言はまさに自分の中の光を探し、それと向き合うための手段となります。では続いて2つ目のポイント、自分との対話こそが一番豊かなコミュニケーション。世の中で成果を上げて活躍している人ほど自分との対話がうまいです。それはビジネスの世界でも、職人や芸術家の世界でも、あるいはスポーツの分野でも同じだと言えます。例えばイチロー選手は自分の調子がいい時のバッティングフォームを覚えていて、常に今の自分がその時とずれていないかをチェックしていました。そして少しでもズレがあるとその都度修正します。だからこそあれだけ年間を通じてヒットを打つことができたわけです。一流選手が一流として活躍できる背景には常に自分との対話があります。他にも芸術家はまさにその典型です。真の芸術家は外に答えを求めず、自分の中にある美的感覚と創造性を頼りに全く新しい表現を求めます。そのオリジナリティは自分との対話の中からしか生まれないものです。このように最も豊かなコミュニケーションは自己との対話だと言えるのではないでしょうか。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、独り言のすごい脳活効果。目的意識が高まる、悩みを解決に導く。2、独り言と脳の関係。脳バンチから読み解く独り言と脳の関係。独り言によって思考が現実化する。3、独り言による自分脳改革。全ての答えは自分の脳の中に眠っている、自分との対話こそが一番豊かなコミュニケーションという順番で解説しました。今回紹介した本、なぜうまくいく人は独り言が多いのかについて、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者がわかりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ、ビジネス図書館東京。